山形県酒田市にある東北公益文化大学。そこで輝く人を紹介する公益パーソン。将来の夢は青森に独立リーグを持ってきて、青森全体を野球で活性化させることです。入学後の早い時期に学外で社会体験学習を行い、学びの目的や方向性を明確にするギャップイヤープログラム。1年生の宗像さんは新潟アルビレックスベースボールクラブで2ヶ月間実習を行いました。幸せですね。好きなことを職業にしているので大学よりも楽しいです。大学では経営や地域おこしについて学び、アメリカ留学にも挑戦したいと考えています。野球のためなら何でも頑張れる気がするので、生涯野球に携わっていきたい。